どうもバタでーす今日はね日曜日だもんでねバトン日記ですあのねねまあ今週はのバトン日記は先週の出来事だけあの語っていきたいと思いますではどうぞまずは最初にあののね出し月曜日はねえ この、これを出しました。確かに。あの、プリ、プリちゃんキャストのレビュー動画を出しました。ね、うん。まあ、これなんですがね。まあ、ね。ね。まあ、僕が買ったのは、あの、クールパープル買ってきたからさ。まあ、これのレビュー動画を出しました。確かに。<laughs> そして、ね、火曜日は、 ねこの、ねやってみたアプリの、の、あの、未来バージョンとエモバージョンの、レビュー、いや、音声確認の動画も出しました。もんでね、うん。まあ、これも、ちょっとあの、7月には、アンナとサラのやつが出るもんでね、それも、そのために、ちょっとこれとは、 このあの、プリチャンキャストとは、ちょっと別として、で出しましたからね、うん。あとは、水木、水曜日が何も出さなかったけども、木曜日が、ね、えっと、東京も、あの、先々週の土曜、土曜日に、あの、東京おもちゃショーに行ってね、その動画を、を、 あの、投稿しました。まあ、ね、ちょっとさ、さあ、東京おもちゃショーのことで、ね、ちょっとはん、ね、いい、ね、ちょっと話しておきたいけどもう、まあ、ちょっと対談な、一人であの、対談いや、雑談ですけどもね、うん。まあ、ちょっとさ、ね、僕はね、実はというとね、あの、ジンベエでね、行きました、もんでね、うん。 まあ、あとはあの、プリチャンキャストとやってみたアプリの動画でも、あの、のジェンベエで、で、来た、行ったもんで、いや、ジェンベエを来て、で、あの、レビュー動画を撮影しましたもんでね、ね、あの、ね、ジェンベエでや、やったと思いました。やりました。けどな、うん。まあ、ただしさ、さ、あの、この部屋、まあ、 おもちゃショーの時に、この部屋で撮る時は、あの、私服でやったんですけどね。うん。まあね。まあ結構、ね。えっと、まあ東京おもちゃショーでは、は、まあ2018年、楽しかったけどもね。うん。だけども、ね。まあね。あの、シンカリオンのところは、 撮りませんでした。なぜかというと、まあ、あの、ドライブヘッドの、テレビ版、テレビ版のドライブヘッドが、最終回した、いや、早くも最終回したせいで、ね,えねえ、それでね、あの、のシンカリオンは、ミルキもなくなったからさ、まあ、その理由でね、 まあ見たくなくなったからさ。ねえ、うん。まあその理由でね。<laughs> うん、まあもしさ、シンカリオンが4月にやってくれくれ,ればねえ、まあドライブヘッドも、もうテレビ版のドライブヘッド、1年間やって、やって、シンカリオンが4月にやったら、たら、まあ問題なくシンカリオンは見とったけどもね、 まああの、ドライブヘッドの、が、中途半端で終わっちゃって、それでね、シンカリオンがは、早やるのが、早すぎたからさ、それであの、シンカリオンは、まあ、タガトミーのおもちゃの中で、シンカリオンだけは、は手に出していません。もうね、うん。まあ僕のね、 高尾トミのおもちゃの中でね、シンカリオンだけは、は、は、あの、遠慮してますけどね、うん。そして金曜日が、が、あの、の何にも、まあ、何、何もなかったけどもね、うん。土曜日は、もう何にもありませんでした。ね、うん。これが、 先週の出来,事で出来事です。まあ今日もあの私服ででやったけどな。<laughs> というわけで今日のバトン日記はいかがだったでしょうかまあずっと先週の出来事しかや語っていなかったもんからな。うんまあちょっとつまんない人もおるもんな。うんまあそりゃちょっと思い あんま思いついてないからな、あのネタとかさ。うん <laughs> まあ、なんでもいいやな、うん、もしよければチャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、は先週はこんなことがありましたとか、が、あの、の、こんな出来事がありましたでもいいので、ぜひ、 コメントに書いてください。あと滑舌悪いところがあるもんでね、申し訳ないけども、そこはご了承ください。お願いします。あとは、いち早くあの新しい動画が見たい人は、チャンネル登録をお勧すすめします。まあ、あの、の、まあ、何にもないな、今日語るの。<laughs> ネタ切れだな。 まあ、来週ぐらいは、ね、ちょっとさ、あの、ゾイドのマスターピースのシードライガーのレビュー動画も出したいからな。うん。来、あの、今週の土曜日に、にね、ゾイドワイルドのおもちゃが、いや、ゾイドワイルドがね、発売するからさ、それで、だ、早く出さなきゃいけないなと思いますからな。うん。というわけで、 でね、あの、今日のバドの日記を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バドでした。バイバーイ。またねー。